自営業の場合、貧乏になっちゃうんですかってご相談ですね。まあ、オープンなご質問なんですけども、頭おかしいんでしょうかっていうですね。まあ、面白いですよね。まあ、自営業になる人が頭おかしいわけはないですよね。要は、先を見てるんですよ、むしろ。日本もですね、これからまあ、フリーランスとか自営業が当たり前になっていくと。要はですね、会社がもう面倒見ることはできないんですよね。もう、伸びる要素がないので、日本のマーケットに。ですので、まあ、会社もですね、自分で稼いでくださいってことで副業解禁されたわけですよね。まあ、国もそうですね。なので、まあ、自分でいかに稼げる、早く稼げるなるかが、もうこれからのですね、日本の二極化時代ですね。まあ、貧困層と、そうじゃないですね。ある程度余裕のある層っていうのがはっきり分かれてくるので、まあ、当然これはですね、自分で稼げる方法、まあ、お金に稼がせるのもいいですし、自分でビジネスで稼ぐでもいいんですけれども、それを早く見つけた人、それに、慣れていった人が、そっち側に行けるということですね。